令和の現役の織田信長こと沢茂実47歳3児の父、防衛大学校を学生隊学生長という役職を経て卒業いたしました。その後東京工業大学の博士課程で総合理工学研究科知能システム科学、ここで脳科学人工知能の研究をいたしました。専門は特に脳の中のでどのような情報処理がなされているのか、これについて研究して、茂木健一郎さんが隣の研究室なのでよく可愛がっていただき、今でもよく別荘に遊びに連れて行っていってもらいます。私には見えている、この東京のこの日本の一人一人がとてつもない役割を持ってこの世に生まれてきたということ。しかしそれに気づいてない方もいるかもしれない。私はこういう世界を目指している。一人一人がそのやりがいに目覚めて、なんて味わい深い人生なんだ、それを感じ続けながら生きていける、今の一人一人の喜びが何倍にもなって充実して、ああここにいて、東京にいて、日本に行ってよかった、このお父さんでよかった、このお母さんでよかった、子供たちがそのように感じながら成長していく、東京からそのような世界を作り出す、そのような未来を見ています。さて、このひげ面の男は一体何者なんだと皆さんね、今思ってるでしょう。もし面白かったらその後もぜひ話を聞いてください。15分間くらい話してですね、質問をしていただけたら嬉しいです。さて、この沢茂実という男、一体どういう男なのか自己紹介させてください。国家公務員を24年間陸上自衛隊、防衛大学を卒業してから陸上自衛隊、若くて隊長36名くらいの部下隊員18歳から52歳の隊員を率いらせていただきました。朝から晩まで自衛隊の時間、銃を持って駆けずり回り泥水をするような、そんな生活でした。私はどんどん成長していきました。しかしさらなる成長が欲しいと、とある日東京工業大学に受かったら行ってもいいよというプログラムがあり、自衛隊で数名だけそれに受かることができて東京工業大学に行きました。高校時代はプログラミング少年、プログラムを作ってテトリスとかぷよぷよみたいな、ああいうのをですね、まだ Windows がない時代ですけれども作って友達にやらせるような、そんなプログラミング少年、ファミコン大好き少年でした。情報工学に行きたいなって言って防衛大学校を選びました。そして防衛大学校で成長し、幹部候補生学校というさらなる厳しいところにぶち込まれ、脳みその中まで筋肉になるような厳しい訓練をして、そして小隊長、そして東工大で研究をすることになります。人工知能、鉄腕アトムやドラえもんのようなものを作りたい、そう思って東工大で勉強してきました。博士課程まで行きましたが、チャレンジした分野は難しく、残念ながらドクターは取れませんでした。満期退学です。しかし一生をかけてやるならこの分野だと思いました。そしてまた自衛隊に戻り、ミサイル開発の分野に進みます。10年くらいミサイル開発を行い、そしてまた隊長ですね、九州の都の城薩摩の地で隊長をさせていただき、隊員の足首を掴んで300メートルくらいガリ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 って引きずり回してですね、お前北前進ができてねえからしっかりやり直せ、そのようなカツを入れるような、まあ、皆さんから見たら鬼軍曹のような厳しい隊長をさせていただきました。なぜならば隊員を鍛えなければいざという時に死んでしまうからです。そのような人間関係を作ることを陸上自衛隊でやってきました。そして出世街道に乗り、ほぼ最年少で二等陸佐まで承認させていただき、最終的には国会対応とか答弁の作成とか、日米共同開発で米国のペンタゴンに行くだとか、そういったさまざまな経験、財務省予算要求、そういったものを通じてですね、この国の国家公務員のシステムはどのように動いているのかというのを見させていただきました。そして5年前陸上自衛隊を辞める決心をし、この5年間の間に退職した次の日にやったのはマクドナルドのアルバイト。昔からやってみたくてやってみたくてしょうがなかったんです。しかし公務員だったからできなかった。現場に入らなければ分からないことがいっぱいあるだろう、いろんなことを学びました。そこから私はビジネスはやったことがない、まあ、隊長とか大学院とかそういうものをやりましたけれども、
ビジネスだけはやったことがないということで、この5年間いろんなビジネスに取り組んできました。最終的にはですね、今は人に考え方、皆さんの脳の中で一体どういうことが起きているのか、そういった考え方、価値ある考え方を教えるような教育号をやったり、これからは皆さんご存知のようにアフリカとアジアの時代だと、人口動態を見ると2050年にはどのような世界になっているのか、 40% がアフリカ、 40% がアジア、北米と南米で 10%、 EU とロシアで 10%、 そのような世界がほぼ確実にやってきます。だったら今アフリカをもっと日本は重視すべきなんじゃないか、そのような考えに基づき、アフリカの大使館を集めるようなイベントや、アフリカの在京アフリカ外交団という38カ国の39カ国のそういう団体があるんですけど、そういうところと組んでいろんなイベントを企画したり、そういったことをやって、民間外交家として他の国の大統領と会って懇談したり、その地域の日本人のリーダーシップを発揮しているような方々とお会いして、世界は今どうなっているのか、世界で活躍する日本人はどのような行動をしているのか、そういったものを研究してきたこの5年間になります。そうこうしているとですね、映画のプロデューサー、もともと日本文化を広めるという活動をずっとしてきました。その中の一環で映画のやってたんですね、日本文化を広める。だから今は約10本の映画に携わり、うち2本は国際映画祭で大賞にノミネート、1本は受賞しております。だんだん顔が売れてきてですね、沢さんまるで生き方が織田信長ですね、とある大手プロダクションの社長から電話がかかってきて、あなた絶対やらないと思いますけど、織田信長の舞台の主演をやりませんかという話がありまして、先日銀座の博品館で10公演のうち5公演ですね、全体で約3000人くらいの方々に対して、ちはやぶる神の国織田信長の舞台の主演をさせていただきました。そのご縁でなんと今年のカンヌ国際映画祭では、織田信長の、その盾ですね、剣を振るう、そういったパフォーマンスを披露してきたり、エジプトでの国営劇場でも披露してまいりました。そのように世界を旅し、世界を味わう私、この度陸上自衛隊を退職して5年、この時を待っていました、東京都知事に立候補を目指す心を決め、今ここに立っております。この沢茂美を政策について20個くらいお配りの資料の方にですね、書いてありますけれども、そのうち代表的な5つの政策について簡単に述べたいと思います。この日本を導く最も意義ある政策、それは日本から、東京から、先進国の中で日本から東京から子供があふれかえる、そのような世界を目指す。どういうことか、子供1人につき年間100万円、東京から子供たちがあふれかえる生活、3人いたら年間300万円、これを給付します。子供を育てるという最もこの国に寄与している生産性の高い、いっぱいありますよ生産性の高い、でもその中で最も重要で、今日本が一番弱まってきている、そこに対してそのくらいの投資をして、安すぎる、もしこれが高いというなら他にどんな投資先があるのだろうか、私はそのように思っています。うちは家計に厳しいから子供をあと1人あと2人増やそうかしら、そういったような世の中、これを目指します。子供1人につき年間100万円、3人いたら300万円。2番目はですね、投資で稼ぎ減税する東京。東京はご存知の通り、その辺の小さな国よりも非常に大きな経済力を有しています。まだまださらに投資以外にも自分たちで増やしていくさまざまな施策があります。投資で稼ぎ減税する東京。そして3番目、人材とテクノロジーに投資する東京。天才ギフテッドを集めた無料の飛び級学校を東京から始めます。
他の国はやっています。そういう天才たちを集めてその国を率いる人材教育が、日本はどうでしょうか。むしろそういう方は普通の方が得意なことが不得意なんです。その人たちの能力を引き出すような教育体制、平等の名のもとに本当の機会が失われている。ギフテッドを集めた飛び級の無料学校、これを東京から作ります。4番目、お金が巡り続ける新東京経済圏構想。政府や自治体の仕事はお金をばらまくことではありません。お金が巡り続ける、回り続ける仕組みを作っていくことです。仮に国債の発行高が同じであったとしても、もし10倍の速度で人から人への手に渡っていったら、GDP は何倍になりますか？10倍になるんです。今、バブル期の約 1.5 倍のお金の総量が出回っておりますが、ご存知の通り、景気、つまりお金の周りは芳しくありません。それはいろんな恐怖を乗り越えて内部留保を貯めておかないといけないと、国も企業も個人も思っているからです。しかし回り続けなければいけないような仕組みを作ったとしたら、10倍の速度でお金が回り出したら GDP が10倍ということは、税収は増えますか減りますか？増えるんです。税収を増やすための増税ではなく、景気が回り続けるための仕掛けが必要なんです。お金が回り続ける新東京経済圏構想。5番目、私は幸いにして織田信長の舞台を経験させていただきました。それから、それはお前の勘違いだろうと言われても、私は織田信長の馬割り狩りとかしか自分のことを覚えないんです。織田信長は何をやりましたか？楽市楽座です。どういうことですか？当時、座というもの、市というものに入るのに規制が多すぎて、新しく志を持った人たちが入れない。規制緩和が必要だったんです。トランプ大統領、何をやったか。1対3ルール聞いたことありますか？1個の新しい規制ルールを作ったら、既存の規制のルール3つを廃止しましょう。行政に携わるもの、マスコミやそういう、情報をマスメディアに携わる方々はよく知っています。何十年にも作られたけれども改正されてないがゆえに、まだ既得権益を既得権益たらしめているだけに存在しているさまざまなルールが、行政に携わる人は、私もコカ・コムにやってましたからすごいわかります。トランプの場合は1対2ルールでしたけれども、私は1対3ルール、1つ新しいルールを作っていくことは必要です。新しい時代に対応するために。しかし1つルールを作ったら3つ消す。これこそが楽市楽座、規制緩和、新規参入、新しいチャレンジの芽を伸ばす。みんなが自分がやりたい、これだと思ったことにチャレンジできる。規制緩和とは何ですか？既得権益とは何ですか？新しいところに参入できないようにするルールです。そういったものを排除して、より新しいアイディアが、最初はいいんです、革命的だとか迷惑をかけるとか、それはどうなんだと言われてもやってみる、そのような世の中、それを目指してまいります。以上5つを申し述べましたが、その他にもですね、ざくっと、触れておきますけれども、防災強化、私のキャリア的に防災、特に陸上自衛官で隊長やっておりました。自衛隊と海保を連携する東京。東京は離島が多く、すごい遠いところにもありますよね。その離島、未来の離島を守る。守るというのは、災害からも、いろんなものからも、いろんな利権やいろんな形での攻撃や妨害、そういったものが存在しています。そういったものを本土だけでなく東京が離島を守っていくんです。そして河川の開発というか、こんなに川があるのに、もっと川がきれいだったらいいなとか、この川に
ベニスのような亀があったらいいな。この川がもっと憩いの場になればいいな。そんな思いを持った方はいっぱいいるでしょう。どうですか、川の周りはだだ広い、空き地がありますが、あってもバーベキュー場ですよ。ここに東京の勝ち目がある。水の都ベネチア構想、宮大工伝統技術の継承、江戸城の再建です。これには多額の費用がかかりますが、東京がバックアップすればその費用を一切都が支払わずに、何かうまくそれを再建していく方法があるのではないでしょうか。私はドバイとかいろんな国に行きました。ドバイは世界一のものを作るという戦略でどんどん世界のお金を呼び込んでいます。ブルジュハリファは822メートル、あれ入場料いくらだかご存知ですか。3万円です。でも並びまくっています。なんでですか。世界一だからです。世界一から富豪が集まって並んでいるんです。私も並びました。仕掛けもすごいです。江戸城がもしあれば間違いなく世界一です。それ以外にもそういったものを、東京を魅力、今ね、東京の魅力をみんなが自ら味わおうとして世界中からやってきてますよね。これは円安、嫌なこともあるかもしれませんけども、それがチャンスなところもいっぱいあるんです。今この機会に日本を見てもらう、日本を好きになってもらう、日本を愛してもらう、そのような施策です。そして芸術の振興、芸術分野に働いている人たちははっきり言います、貧しい方が多いです。しかしパリやいろんなところ芸術分野を振興して、例えば空き家に買ってに住んでいいとかですね、いろいろあるわけです。芸術を推奨していきます。その他ですね、いろいろ私のホームページに理念やそういった思いが、私の写真入りで、私が日頃から考えていること、国家公務員やりながら考え続け、世界を巡り続けて考えたこと、どうやってこの日本を良くしていくのか、間違いありません、この東京から良くしていく。みんな東京を真似ようよ。東の都だよ、大和の都だよ。そういう世界を作っていきたいと思います。じゃあ今私がなぜ立っているのか最後に申し上げます。24年間国家公務員、この国に仕え、3人の子供の父親でありながら、その仕事を5年前に退職しました。皆さん公務員とか、長年勤めていらっしゃるから分かると思いますが、これ出世コースから自ら離れてですね、辞めるっていう決意はなかなかできませんでした。しかし5年経ってとうとうこの日を迎えました。この愛すべき日本、長づく東京、私の自分の能力を最大限に発揮するべき時が来たんです。これまで亡くなってきたご先祖の先輩方、そしてこれから生まれてくる子供たち、そして今生きている我々、これらすべての国民の総意、これを体現するような真の日本を東京から作る、その時代が来ました。私には可愛い3人の子供たちがいます。実は4人目がいました。このように現れてきてくれたんです。しかし心臓が止まって死にました。コロナワクチンを打った1週間後でした。因果関係は分かりません。しかし1週間後に死んだのは事実です。私は何が悪いとか、こうするべきだったということは言いたくありません。言うべきではない。なぜならば起こったことは全て正しいからです。起こったことは変えようがない。じゃあ何が言いたいのか。常に日本の民族が自分たちの意思で自分たちの未来を選べる選択の自由、これを確保できる世の中を作り上げる。マスコミの皆さんも本当に書きたいことと書いてることが違くなければならないことも
たまにはあるかもしれません。国家公務員の方々もそうでしょう。いろんなところにそういうものがあります。しかし和をもって尊しなす、これはどういう意味か、みんなでなあなあと中間案にするということではないのです。異なった意見を認め合って抽象度を上げ、一段階上の抽象度から答えを探す。和という漢字は立身弁じゃなくて、この野木編に、野木編に和って書きます。あれはどういう意味ですか。実りを口に入れるということです。つまりこのお米は誰のものですか。この土地の持ち主のものですか。いや違います。作ったあなたのものですか。いや違います。水を引いてきたあなたのものですか。いや違います。虫を、害虫を駆除したあなたのものですか。いや違います。お天道様のものですか。いや違います。誰のものですか。携わったみんなの人のものなんです。和というのはそういう意味なんです。私はこの和の心、大和の心、これを前面に打ち出して、目の前の相手が自分だと思って、その目の前の相手、つまり自分にいいものが渡せる世界、世の中を作っていきます。目の前の相手は自分だ、その自分にいいものを渡す。これをやったら、私はすごい大変だけれども、この日本の皆さんが喜ぶな、つまり自分の範囲が拡張していく。私は供託金の300万円以外は全て家にあるもので、0円選挙を目指します。選挙にお金がかかるの、なぜ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 。私は完全にゼロっていうのは、じゃあ自分の家のものを使わないのか、電話かけないのかって言われますが、それはあるんですけど、新たなお金をね、かけないでやっていく。そしてその思いで、どこまでこの今述べた考え方が都民の皆さんに広がっていくのか、チャレンジです。小池百合子さんのやってきたことをしっかりさらに加速させていきます。玉上俊夫さんは自衛隊の大先輩です。尊敬しております。私は国家公務員でしたから、東京都政に関わる方がどれだけ苦労し、この現状を、我々が当たり前のように感じているこの現状を、どれだけの苦労で作り上げてきたのかを理解しています。都民全体がより生産性を上げて、なりたい自分になっていけるかどうか、それは私や都政に関わる人たちの働きやすさや努力にかかっている、そのことを知っています。マスコミの皆様が真のジャーナリズムを追求し、この国をより良くしていこうとしていることを知っています。この国の真の英雄はマスコミであるということを知っています。私には夢がある。東京から世界、選択の自由、子供たちがあふれかえる、みんなが自分のやりたいことに没頭し、目の前の相手を自分だと思い共有し、助け合い応援し合う世界を作り上げていくこと。47歳3児の父、令和の現役の織田信長こと澤茂美です。以上、政治に関する心情を述べました。それではよろしくお願いします。お忙しいところ皆さん集まっていただいてありがとうございます。プロフィールこちらで今拝見しているんですけれども、はい、今回党派としては無所属とかどこかの党派からなどをちょっと教えていただけますか。はい、無所属です。ありがとうございます。あと、プロフィールでたくさん肩書きが書いてあるんですけれどもまあ代表的というか特にこれという民間外交家です。そうですね、今も撮影中とか携わってるっていうか、次の作品もおそらく賞が取れるとは思っていますけれども、過去のご経歴のところで言うと、陸上自衛官二等陸佐、はい、でが一番、代表的なものということですね。そうですね、
はい、24年間国家公務員やっておりました。ありがとうございます。ありましたらよろしくお願いします。フリーランスライターの畠山道之と申します。何問か伺いたいと思います。今お話の中で、小池百合子さんのやってきたことを進めていくとおっしゃいましたけれども、小池都政への評価をどう、されるかということと、進めていくのになぜ小池さんではなくて沢さんでなければならないのかっていうところを教えてください。はい、進めていくというのはですね、現状の都政を突然ぶっつりやめないっていうことです。7つのゼロとかいろいろ頑張ってうまくいったものもうまくいかなかったものもあるというふうに認識しております。それどころか、ほぼ困難と言われたそのオリンピックとか第一業、いろんな政策にその都度その都度今の私や国民都民が知り得ないさまざまな状況の中でやってきた。これはとんでもないことです。それに対して評価ではなく、それを受け継いだところから、全部はね、そこでどういう判断があったのかっていうのはわからないので、結局は私がなってからですね、それを受け継ぐのは誰ですか。そうです、高級官僚、都の運営に直接携わっている上級幹部の方々ですよね。そういった方々から申し送りや現状を受けながら、なるべく早く引き継いでいく、そういう意味で申し上げました。小池さんではダメっていうこと。ああ、ダメではなく、私を選ぶことによってより東京が良くなり、それによって日本が向上していく。そのためには私の強みである自衛隊の経験であるとか、行動力であるとか、この若さであるとか、そういったものが必要だということです。私のような行動力のある人間が出ていくことに大きな意味があるとだんだんと思うようになってきました。勝率っていうのはどれぐらいあると思われますか、ご自身で。わかりません。私のこの声を聞いて、こいつ面白いと思って次の人に話していく、その連鎖が起きて、こいつの話していることは本物だという流れがもし作れないのであれば、私は泡沫候補として消えていく。つまりこの世にはまだ必要でなかったという、起こったことは全て正しいの中に含まれていくだけです。これからそのようなことを起こす、その行動を取り続けていくとしか言いません。はい、ありがとうございます。最終学歴は東京工業大学の博士課程。はい、学科はどちらになりますか。はい、総合理工学研究科の知能システム科学ということになります。今改編で名前が変わってしまって、東京工業大学っていう名前じゃなくなってしまったとは思うんですけれども、知能システム科学っていう、その知能とは一体何かとかですね、何が知的なんだとか、コンピューターの中で何が起こってんだとかですね、そういう今流行りの AI のその元となっているいろんなアルゴリズム、学習方法なんかを研究している研究その分野でしたね。あとご出身はどちらになりますか。はい、生まれは神奈川、育ちは千葉成田、千葉薩摩にあります。現在株式会社沢茂です、という会社の代表取締役をされていると思うんですけど、はい、社長ということでよろしいですか。そういうことですね、一人社長です。どういった業種になりますでしょうか。これはですね、そのセミナーとかパーティーとか人を集めて民間外交をやったりとかですね、具体的にはこの間八芳園とかで38カ国の大使館とかの大使とか、その大使館の方々を集めたパーティーとか、そういう日本の CEO とか、そういう海外に対してアンテナの高い人たちをおつなぎするような、アフリカジャパンナイトっていう名前でやりましたけど、5月25日がアフリカジャパン、国連のアフリカデーって決まってるんですね。その日もアフリカ・ザ・パン・セレブレーションっていうイベントを、港区、表参道で主催しました。そういったこととか、セミナーで、価値ある考え方を伝えるとか、そういったようなこともやっています。業種で言うとサービス業なんですかね。
メインは民間外交を個人でやっています。すみません、名刺のことで伺っていいですか。はい、オニマムシっていうのはこれは何？はい、沢茂美って言っても知らない人は覚えていただけないので、マムシっていうと、あ、なんかこのヒゲがなんか牙っぽいなみたいな、なんかちょっと印象で覚え、誰でしたっけ、あのムカデさんでしたっけみたいな、覚えてもらいやすいんですね。他ありますか。一旦こちらで終了したのまた個別である方は、はい、それぞれっていう形で。ありがとうございました。お忙しい中聞いていただいてありがとうございました。